オッケー。見て、めぐるくん。これでほぼ確定したわね。よいしょ。石井さんが自分で書いたものじゃない。橘さんが言うと石井さんは自殺じゃなかった。落ち着いて。やめやめ。事件はうちで起こってるんじゃないわ。外へ出るのよ、外へ。どうするの？現場よ。行き詰まった時は現場に戻る。これが鉄則よ。あ、ちょうどいいわ。あの子からも話を聞いてみましょう。長山さん、ちょっと話を聞きたいんだけど、いいかしら？何？例の合宿の事件以外のことで石井さんについて何かなかった？そういえばお昼ごろ岸本先輩に C 先輩のノートがどうとかって聞かれた。ノート？もう返したんだけど、私少し前に C 先輩から英語のノートを借りてたの。そのことで。
な、何？石井先輩の自殺を疑ってるの？あ、いや、それは…それじゃ。あ、長山さん。いいじゃない。それよりも石井さんの部屋に行ってみましょう。岸本さんが気にしてた英語のノートっていうのが引っかかるわ。そうだね。めぐるくん、ストップ。様子が変だ。こんにちは、浅間さん。何の用なの、あなたたち。ごめんなさい、驚かすつもりはなかったんです。ちょっと聞きたいことがあって。私から話すことなんて何もないわ。さっきは何を見ていたんですか？なんだかとても怯えてるように見えましたけど。あなたには関係ないでしょ。とにかくほっといて。すみませんでした。Thank you.
た。しっかりとね。死神め、案外早く動き出したわね。この分じゃ次のターゲットは浅間さんってことかしら。わからない。僕らにだって1のカードは届いてるんだ。それに、それに犯人の意図がわからない。自殺に見せかけてわざわざ石井さんを犯人に仕立て上げたのに、なんでそれをぶち壊すようなことをする必要があるんだ。そっか、確かにそれは変ね。英語のノートって言ってたよね。じゃあ私が2冊で、めぐる君が3冊ね。はいはい。何か見つけた？見てよこれ、去年の春休み課題のノート。中を見てみたら今年のと内容が全く同じなの。ラッキー。あのさ、もっと真面目にやってよ。やってるわよ。だけどこれがあればめぐる君も私の課題から解放されるでしょ。だから君も少しは喜んだろ。橘さん、それだ、そのノート。なんだ、やっぱりめぐるくんも嬉しいんじゃない。そうじゃなくて、さっき長山さんが言ってたのはそのノートのことだよ。は？彼女言ってたの？少し前に石井先輩から借りたって。長山さんは僕たちと同じ学年だ。先輩から借りるなら今僕らに必要な春休み課題のノートに決まってるじゃないか。なるほど。あの子もあんな顔してズルしようとしてたってわけね。
早くめくってよ。でもちゃんと見ないと。